顔と。素晴らしい。秋元さんはね、コーラ。おいしい。どういうこと？ラーメン風と花。怖い気がする、食べるのが。面白い。さあここで普段聞き慣れないような声。はい。大きくとなんだろうということでパッと見るんですね、はい、そうなの。あ、そっちじゃない、まだかと。とてもレアな宝物を持ってきよう、ね、持ってきてくださったんでしょう。あの女子サッカーのなでしこジャパンの方たち の、はい、のサイン入りユニフォームを。おお、これは2004年のアテネの応援に行った時にいただいたんですけど、で私たちもフットサルでやってるんですけど、見つけることはあるんですか。北京オリンピック2008年来年あるので、なでしこが行く時はこれを着て行きたいなと。それを着て応援する、はい、懐かしいものちょっと持ってきたんですけど、はい、これなんですけど、ふさふさのカツラなんですけどね、うちらはじゃあハゲてたんですね、ちょっとバーコードで、でそれをネタにもしてたんですけど、うんうん、なんかやっぱ気にしてたみたいで、家に帰ってくるとこのカツラをかぶってふさふさのお父さんだったんですよ。お家の中で。そうなんですよ。で出かける時にじゃあ行ってくるねってカツラ外して出かけるんですよ。逆なんですよ。そのカツラかぶってみたりします？え、そろそろ。いや、そろそろまだ大丈夫だよ。まだ大丈夫ってのもおかしいでしょ。